私たちは何千年もの間うまくやってきた。私たちはイマジンドオーダー、度重なる危機と直面し、失敗せず乗り越えてきた。でもジョーンズの裏切り以来、今や確証がある。彼に加担する仲間がいた。どうもこんにちは、バキバキのレジ君です。ということで、新しく追加されたこのインポスターズのモード、皆さんも一度はプレイしたんじゃないんでしょうか。こちらのモードね、まあ、人狼みたいな感じ、裏切り者を探すモードなんですけども、経験値がめちゃくちゃ美味しいの知ってましたか。ということで、今回はレベル爆上げモードということでね、経験値を稼ぐコツを紹介していきたいと思います。ということで、まずはですね、見た目からですね、もうスカルトルーパーとかもダメです。めちゃくちゃ見るからに殺人鬼。なんで、優しそうなスキンでいきましょう。マイダスとかもちょっと裏切り者っぽいからね、やっぱり人間ね、見た目が大事なんで、ニャッスルとかどうかな。ね、めちゃくちゃ可愛いね。サノスとか絶対ダメよ。ということで、僕はニャッスルでいきたいと思います。パブリックお邪魔んぼー。さあ、ということで始まりました。僕はエージェントということでね、いろんなことをすることによって経験値がどんどん入っていきます。まずは、そうだね、タスク、あ、ごめんなさい、すいません、アモングアスの言葉が出てしまいました。このね、タスクをクリアすることによってどんどんポイントが入ってきます。経験値かな。いろんなタスクがあってね、これも面白いんだよね、普通にやってるだけで。具体的な数字で言うと、全部のこのミッションをコンプリートすると4500の経験値が入ります。んー、最速でってどれくらいだろうな。最速全部終わらせるのに3分もかかんないと思うけどな。どうだろう、ミッションにもよるか。ミッションにもよるけど、そうですね、とにかくエージェントになったらこのミッションをひたすらクリアすることによってどんどんね、経験値をが入ります。何、ケビンを楽しませる、何このミッション。ケビンザキューブを当てるって、うわ面白いな、いろんなミッションが。おっとおっとって始まりましたね、ピーリーパーティー。これいっちゃん強いと思うんだよね。まあそれはまた後ほど説明したいと思います。ひたすらミッションをやりたいと思います。ゲームもできんじゃんこれ、連打すごいな。これ欲しいわ、うちにこのゲーム。かっこいい、 KO した、ありがとうございます。ピーリーパーティーの間マジでやだな本当に。ということで、ガンガンミッションをやっていきましょうか。他にもね、1分プレイすることに450の経験値が入ってますからね。1分で450、だいたい1マッチ10分もしないくらいかな。まあ、長引けば長引くほど450って毎分入るんでね。クリエイティブフォーチュールも多分めっちゃね、経験値入るんじゃないのかな。いいね、いろんなミッションがあって、ヒューズを取り付けるとか。うわ、やられた。説明に夢中で何も見てなかったよ。こんな感じでね、やられたらこの痕跡があるんで、まあ、裏切り者を探そうっていうゲームですね。エージェント側はでもこんな感じかな。ミッションを完了させるのと生き残る。で、この後の経験値としては、マッチが終わるまでいることによって3000経験値と、マッチに勝つことによって3000経験値ってね、いろんなところで経験値が入ってくるんですよね。でも一番美味しいのはインポスター側なんですよ。私はインポスターですって認めてる。この戦いいいね、残り3人で1人どっちかが裏切り者。さあ、この人はインポスターだったのか、エージェントだった。負けちゃいましたね、インポスターの勝利、さすがです。ってな感じで見てくださいよ、 24000XP。 こんなに楽しんでこんなにもらっていいんですかって。インポスター側のね、経験値やばいんすよ。またエージェントだ、ここすごいよね。宝箱がいっぱいあって、救援物資もあって、ここのミッションおもろいんだよね。おお、飛ばされた。これなんかね、宝箱にね、武器入れるやつなんだよね。絶対そうだと思った、絶対そうだと思った。かわいい、犬とかいる、食べたまえ。おい、そうだと思ったよ。ここも好きだな、絶対ジョーンズの部屋だよね。うわ、いい部屋。なにこれ、ボクシングを始める。ビリーをいじめていいのか、こんなに。ありがとう。あ、珍しい勝ち方した。ミッション全クリ見てください、 34100XP って13分でですよ。ウィークリークエストよりも全然入る。来たー、インポスター、エージェントを撃破せよ。ということで、これインポスター側がめちゃくちゃポイントもらえるんですよね。まず、まあ、基本的な流れとしては、あの、人間のふりをしてくださいって感じですね。ちょっと下見てください。下3つあって 0% が 100% になると負けです。そして撃破するまで何十秒かあるのかな。あと妨害、これね、妨害で
ピーリーパーティー、あ、誰か選んでくれた。ピーリーパーティー、これめっちゃ強いです。なんでかっていうと、みんな今ピーリーになってるんで、誰が誰を倒したか分かんなくなっちゃうんですよね、この時だと。なんでまあ一番強いのは倒してすぐにピーリーパーティーかな。お、誰かがやってみたいだね。そうなんです、一人倒すごとにこれ 4000XP、 エリミネーション1エリミネーションで4000なんで、まあ単純計算で8人倒したら 32000XP、 やばいね。よし、バレなかったぜ。まさかこんな可愛い猫がね、インポスターだとは思わないからね。ということで引き続き食べまくろうぜ。この妨害、このサボタージュするごとに 3000XP が入るんで、この秒数が溜まったらすぐやっちゃっていいと思います。おっと、ここで妨害発生、ピーリーパーティー。まあ僕はインポスターなんでね、何も焦ることはないですよ。特大の上ってコロッサルなのかな。レギュラー大特大コロッサル、コロッサルクロップス、バニラシェイクでも頼もうかな。注文僕は人間です。ひたすら人間のふりをする。ありがとうございます。もう見た目めっちゃ人間じゃない。おい、なんかこいつ怪しいぞ。なんだ、やべえ、インポスター暴れた。すまないな、味方だけど投票しちまった。まあ自分が疑われないようなプレイもねしつつ、1キルも1エリミネーションもできてないんでね、これでゆっくりできるぜ俺が。さーて、ご飯でも届けようかな。どうしたどうした、何があった。俺何もしてないぞ。どうしたんだ。なんで、何もしてないのに投票されたんですけど。まあインポスターだけどねてな感じで全然見せれなかったんですけど、1エリミネーションで4000、妨害行為するたびに3000入るんでね、インポスターの方が経験値は入りますね。ただ胃が痛くなるよな、人狼になると。はい、てな感じで1時間ちょっとやったのかな。オープニング撮った時は266レベルだったと思うんですけど、もう2レベル上がっちゃいましたよ。あっという間にレベルが上がるということでね、バトルパスの報酬、バトルスターがこれね200レベルまで必要なんで、ぜひインポスターモードで楽しくね経験値稼ぎしてみてください。最後のマッチ納得いかないな、ただトレイ運んでただけなんだけどななんでバレたんだろう。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。お疲れ様でした。